はい、従来 MCM 線という無線を使っていました。これは成田空港を開港した時から40年ずっと使っている無線なんですけども、ずっと使っているものですのですごく品質も良くて、我々としては特に運用面では問題はなかったです。まあ、若干その空港内で一部俯瞰エリアがあったりですとか、飛行機の機内でも駐機場の場所によってちょっと届きにくいなといったところもある。あとはまあ一番大きかったのはコストの問題で、我々は課題だったっていうのが。まあ、やはり大規模災害時に通信途絶ですとか、まあ、通信障害ですとか、そういったリスクをこう我々考えながら通信ツールを持たなければいけないので、まあ、その中で IP 無線に置き換えるんであれば複数の会社と契約した方がいいんじゃないかっていう議論もあったんですけども、ちょうど御社が SIM フリーのモデルを出されるっていうところで、それがまあ1社との契約で済む、そしてかつリスクを分散できるっていうところで御社に決めるきっかけとなります。あとは通話品質の部分で、空港内でいろいろトライアルを導入前にしたんですけども、通話の遅延の部分が我々の期待通りといいますか、若干の遅延の部分というのも特に問題ないレベルで、業務品質にも影響を与えないというところで御社の製品の方が良いかなというところになっています。例えば明日大雪が予報されている時、それから台風が予報されているとき、公共交通機関が翌朝止まってしまうというところのリスクを考えて、運行乗務員ですとか客室乗務員ですとかを空港の近くの宿泊施設に泊めるということがあります。で、翌朝の飛行機の出発時間なんかをこう具体的に調整しながら、そこのスタッフと空港間で IP 無線のやり取りをすることで、空港内のその情報を必要とする全員にタイムリーに共有されるというのが従来の MCM 線にはなかった使い方としてメリットとして生まれております。例えばお客様がなかなか搭乗口にいらっしゃらなかったりであるとか、そういった直近の情報もそうですし、あとは例えば出発の報告をする際なんかに管理をしている別の建物にいるものに対しても通信をすることがあります。 MCA の一番大きな問題点は通信が途切れるというところでございました。ですので、IP 無線機に変わってからですね、そういった接続上の問題というのが一切ないので、我々としては非常に使いやすく、また音声も大変クリアなので業務に非常に役立っています。女性が非常に多い職場ですので、手に対してサイズが大きいので操作しづらいというところもあったんですけれども、御社の製品ですとそこが片手でスムーズに切り替え作業も行うことができるので、そういった意味で業務の効率が非常に上がっております。無線の方はですね、実際の荷物の流れている状況、あとは作業スタッフの、作業の進捗状況っていうのを確認するために無線というツールで、連絡をし合って状況を確認しながら作業しています。はい、無線、今までの無線は誰かが話してて誰かが話してるっていうところの一方通行だけしかなかったんですけども、この IP 無線だったらば、この誰かと誰かの間に入り込めて本当にタイムリーな必要な情報を伝えることができるようになったっていうのがメリットかと思います。到着したシップの不具合だとか、あとは作業者の作業進捗の報告だとかですね、あとは航空機整備で使う工具部品類、そちらの追加で持ってきてほしいだとか、そういうリクエストをする際に使用しております。使い勝手については、いい意味で今まで使ってた MCA と同じような使い方ができるというところは、うちとしてもメリットとして感じております。